天正10年1582年6月2日、明智光秀は、京本能寺に滞在中の主君織田信長を襲撃し、これを討った。その報は、翌6月3日、備中高松で毛利氏と対陣していた羽柴秀吉のもとに届く。信長の死に動揺する秀吉に、黒田官兵衛は、直ちに京に取って返し、主君信長の敵討ちを進言。この進言を受けて、秀吉は、毛利側に、信長の死を秘匿しながら、毛利氏との和睦を進めた。毛利氏は、高松城の首相、清水宗春を救援することは困難とみて、この和睦を了承。高松城の城兵の除名を条件に、首相、清水宗春の辞任を受け入れた。そして、6月4日、高松城の首相、清水宗春は辞任。これを、秀吉の命令を受けた、堀尾義晴、蜂須賀正勝が見聞した。毛利氏との和睦が成立したが、秀吉は、6月4日の清水宗春の辞任から、6日までの2日間、高松に留まったまま、動かずにいた。和睦がなったとはいえ、毛利軍の出方を警戒し、牽制していたからである。そして、6月6日昼過ぎ、2万以上の羽柴軍は備中高松を出発。短期間のうちに光秀を討伐するため、急ぎ、京へ向かった。その日のうちに、22キロ先の沼城に到着し、翌7日には、70キロの道のりを走破して姫路城に着いた。姫路城に到着した羽柴軍は、6月9日朝まで、ここに留まって休養を取り、秀吉は、城に備蓄していた金銭と兵糧を、配下の将兵に全て与える処置を取った。この時、秀吉が懸念していたことは、京への進路上に領土を有していた、中川清秀、高山右近、池田恒興の摂津の諸将の動向であった。もし、彼らが光秀に味方すれば、京に向かう障害となり、短期決戦に持ち込みたい秀吉の作戦に狂いが生じることになってしまう。そのため、秀吉は各方面に逆賊明智光秀の討伐を要請する書状を送り、戦争の大義名分をアピール。情報工作や多数派工作を行い、自らに有利な状況を作り出そうとした。これに呼応する形で、山崎近隣の池田恒興、中川清秀、高山右近ら摂津の諸将が、相次いで秀吉陣営に馳せ参じることとなった。一方、明智光秀は、本能寺で信長を討った後、二条御所で織田信忠を討ち、混乱している京の治安維持に当たっていた。光秀は、なるべく時間を稼いで、その間に、朝廷を味方につけて、自らの正当性を確立し、畿内中央ほか、近江や美濃などを軍事的に制圧し、織田家中の反撃に備えようとしていた。そのため、光秀は、織田家中で、最大の力を持っていた柴田勝家に対する備えのために、武田元明、京極高津倉に、近江一帯を抑えるように命じた。柴田勝家は、この時、上杉景勝の支配する越中魚津城を攻略している最中だった。また、中国方面では、羽柴秀吉が、毛利氏の備中高松城を攻略していた。この毛利氏に対して、光秀は、本能寺の変の一報を知らせる伝令を走らせ、同盟関係を結び、秀吉の動きを封じ込めようとした。しかし、光秀にとっては、運の悪いことに、本能寺の変の情報が毛利氏に伝わる前に、毛利氏は、秀吉と和睦を結んでしまっていたのである。この時はまだ、毛利と秀吉の和睦の情報は光秀には伝わっていなかったが、織田家中からの強撃を回避するための時間稼ぎの構想は、早くも破綻する様相を見せていた。その後、光秀は、京を出発し、安土城に向かった。しかし、瀬田の唐橋が落とされていたために川を渡ることができず、坂本城に入ることになった。この間、
光秀は縁戚であった細川藤孝、忠興寄附氏や親密な関係にあった筒井純慶などの諸国の武将に対して味方になるよう要請する手紙を書いた。しかし細川藤孝、忠興寄附氏は信長公の喪に服すとして剃髪し、光秀の要請を拒絶する姿勢を見せた。6月5日、唐橋の修復を終えると、光秀は安土城に入る。また、長浜城、沢山城も家臣に占領させ、近江一帯を抑えることに成功した。この時、信長の三男、織田信孝と、丹羽長秀の四国遠征軍は、本能寺の変を受け、急遽、淡路への渡海を中止し、光秀を討つべく挙兵。6月5日、大阪城にいた光秀の娘婿、津田信澄を殺害した。光秀との共謀の疑いを持たれたために、織田信孝と丹羽長秀によって討ち取られたのである。6月7日、光秀は、安土城で、勅使の吉田兼見と面会し、翌8日に安土を立って、坂本城に帰還した。9日、光秀は、勅使下校の返礼と称して入京。光秀は、朝廷に、金子500枚を献上し、朝廷工作を行った後に、地元場へ向かった。また、光秀は、6月9日、細川藤孝、忠興寄附氏に対して、再度書状を送り、味方してくれれば、摂津一国と、望みがあれば、田島でも若狭でも差し上げることを約束。しかし、細川藤孝は、中立の立場を維持し、明智軍に馳せ参じることはしなかった。また、これに先立ち、細川藤孝は、秀吉からも書状を受け取っていたが、結局、秀吉にも加勢することはしなかった。6月10日、光秀は、織田信孝、丹羽長秀を討伐するために、地元場を出発し、洞ヶ峠で、筒井純慶の到着を待つ。しかし、いくら待っても、筒井純慶は現れることはなかった。純慶は、密かに秀吉と通じ、居城であった大和郡山城で、籠城の準備をしていたのである。11日、純慶を待ち続けていた光秀のもとに、思いがけない砲が入ってくる。羽柴軍が、京に向かって急行し、すぐ近くまで進軍してきている、という情報だった。羽柴軍の予想を超える早い進撃に対し、光秀は慌てた。織田信孝と丹羽長秀を討伐することしか想定しておらず、その準備しかしていなかったからである。この砲に接し、光秀は、すぐに洞ヶ峠から撤退し、淀城、昇竜寺城の修築に取り掛かり、男山に布陣していた軍勢を引き上げさせた。そして、明智軍1万6000は、淀城、昇竜寺城を背にしつつ、山崎の北に位置する延明寺川を前にして布陣することになった。この時、勝敗の行方を決すると思われていた天王山は、羽柴軍の中川清秀によって、すでに占拠されていた。さらに、高山右近によって、山崎の町は占領され、西国街道の通る関門を抑えられてしまっていた。姫路城にいた羽柴軍は、6月9日朝、ここを出発し、正午に明石に到着。翌10日朝に明石を出発し、その日の夜半に兵庫まで進み、この地にて十分に休息した後、翌11日朝に出発。11日夕方に天ヶ崎まで進出した。12日、羽柴軍は富田に到着。この地にて野営し、軍議を開き、先鋒は中川清秀と高山右近に決められた。翌13日朝に、秀吉の本隊が出発。決戦の地となる山崎に向かって進軍した。こうして、秀吉は、備中高松城から、山崎までの約200キロを、約8日間で走破するという、中国大返しを行い、明智光秀軍との決戦に臨んだ。
羽柴軍は高山右近、池田恒興、中川清秀、加藤光康、木村茂子らが延命宇治川に沿って前線に布陣した。さらに大阪より織田信孝と丹羽長秀が山崎で羽柴軍に合流。また黒田官兵衛、羽柴秀長、神子田正春らが天王山に陣取り、秀吉の本陣は後方の宝石寺に置かれ、総勢は4万に膨れ上がっていた。天王山と男山を結ぶ境界の地は羽柴軍が占領し、本格的な戦いの始まる前に数の上だけでなく布陣においても羽柴軍が優勢となっていたのである。6月13日、両軍は延命宇治川両岸で睨み合いを続けていたが、午後4時ごろ、中川清秀隊が高山右近隊の左側に陣取ろうと移動してきたのを見て、明智軍の伊勢貞興、諏訪守直、三牧兼明が攻撃を仕掛けた。これに呼応して、斎藤利光隊も溶かして、高山右近隊に襲いかかった。この攻撃を受けて、中川清秀隊、高山右近隊は苦境に陥るが、堀秀政隊の援軍が到着すると、体勢を整えて、攻勢を続けた。天王山麓では、黒田官兵衛、羽柴秀長、神子田正春らの部隊が、明智軍の松田正親、並川康家の部隊と交戦し、攻防を続けていた。中央と天王山麓で激闘が続く中、池田恒興と加藤光康の部隊が、葦の生い茂っている湿地帯を密かに進み、延命宇治川を溶かして、津田信春の部隊を奇襲。津田隊は、攻撃を受けて、逃走し始める。明智軍の防衛線の一部が破れると、これに続いて、織田信孝、丹羽長秀の軍勢も、一斉に、明智軍に攻撃を始めた。これに押される形で、中川清秀、高山右近の部隊が、明智軍を押し返し、戦況は、一気に羽柴軍有利に傾いていく。羽柴軍の大軍が次々と押し寄せてくる状況に、明智軍は動揺し、やがて総崩れとなった。この状況に、光秀は昇龍寺城まで退却せざるを得なくなった。しかし、次々と襲いかかる羽柴軍を前に、伊勢貞興や松田正親などが討ち死にし、明智軍は壊滅。昇龍寺城に退却した光秀だったが、謹慎に至るまで逃亡が相次ぎ、城兵は、わずか1000人くらいまで激減していた。こうした状況から、光秀は、この城で羽柴軍を防ぎきることは困難と判断し、野員に紛れて昇龍寺城を脱出し、居城である坂本城を目指した。しかし、光秀は、逃げ落ちる途中のオグルスの藪で、落ち武者狩りの土民の竹槍に刺されて致命傷を負ってしまう。もはや逃れきれないことを悟った光秀は自陣し、家臣の水尾重友に命じて、癇癪させた。その後、光秀の首は土民に発見され、織田信孝に差し出され、京都の粟田口にさらされた。この山崎の戦いで明智軍を壊滅させた秀吉は、13日夜に淀城に入り、翌14日には、光秀を追って近江に進軍し、三井寺に本陣を置き、ここで光秀の死を知ることになった。羽柴軍の勝利は、短期間に中国大返しの大行軍をして、明智光秀に十分な時を与えなかったことにあった。また、中国大返しの途中に、秀吉は各方面に書状を送り、多数派工作や情報工作をし、決戦を前に、自らに有利な状況を作り出すことにも成功した。そして、羽柴軍は、戦いの地で、戦術上、重要な天王山を抑え、さらに、明智軍の2倍以上も多い軍勢を集めたことで、戦いは、あっという間に羽柴軍勝利に終わったのである。信長の弔い合戦である山崎の戦いを主導し、完全な勝利を手にした秀吉は、以後、織田家中において存在感を増すこととなり、天下人への道を進むことになる。